アイシーは隠し部屋を見つけた。アイシーは宝箱を開くと矢印に従い元の道へ戻った。ま、待て待て、どうしてそっちに行くんだおい、この先に進んでも何もない部屋があるだけだ。なあ言った通り、ここには何もないぞ。一体君は何がしたいんだ ああなるほど私の声が聞こえていないのかなこれならどうだこれで分かっただろう私だって口うるさく言いたくはないさだがこの世界は君にしか救えない邪悪なモンスターはまだたくさんいるし やるべきことだって山のようにある。なぜ君はここまで時間を無駄遣いするんだ人と人との間には信頼が必要だ。信頼なくしては何もうまくいかない。だが、どうやら君にはそれがわからないようだ。<laughs> はっはっはっは。は 本当に全く理解できない。ここには何もないと何度も言ったはずだ。試し切りができるモンスターさえいない。一体君は何をしたいんだまさか、このゲームは猿がプレイしているのかないや、猿でももっと物分かりはいいはずだ。君の頭の中がどうなっているのか見てみたいものだ。矢印の方向に進むのがそんなに難しいのか よーし、もういい。私は怒った、怒ったぞ完全に怒ったこの部屋を出るまで、もう二度と喋らないからなそう絶対にこのまま何にもしないのも、寂しいもんでしょ。 「なんとなく僕だってこの場所にいたくない」「誰も僕の言葉を聞いてくれないから」「この場所で静かに」 目を閉じて感じていた空気感 なんだとまさか、君はトロフィーを手に入れるために、ここで油を売っていたとでも言うのか私は。何 <laughs> と言えばいいのやら。というより、私にはトロフィーにこだわるプレイヤーの心理が全くわからない。君は まさか伝説のトロコンマスターなのか未獲得のトロフィーを見ると興奮して発作を抑えられなくなるというあの。うん、試してみようか。<noise> はあ、やはりな。もう一度やってみるか。やはりトロフィーが目的か。<笑><笑> よし、わかった。君はもうこれからの物語に興味がないのだろうそう。君が欲しいのはトロフィー、トロフィー、そしてトロフィー、それだけだこれから私が君に何をさせるかなんて興味がない。ユダを倒すなんてどうでもいい。トロフィーさえ手に入れば <laughs> 楽しいかそうやってゲームをプレイして楽しいのか トロフィーをコンプリートするためだけに制作者が血と汗で作り上げたゲームを適当にプレイする。そうなんだろうそんな風にゲームをプレイして楽しいか他人から、トロコンスケ神見てるなんて言われるためだけにゲームをしているのか私の言葉なんてもうどうでもいいんだろうどうしようもないトロフィーにしか目がないんだからな。いや、あるいは、君には刺激が足りないのか さあ消えろ消えてしまえトロフィーの呪いが解かれれば、きっと君も真の目的を果たしてくれるはずだ私がこのモンスターたちの設定やアニメーションを制作するのに、どれだけ時間をかけたかわかっているのかそれに引き換え君は貴重な時間をすべてトロフィーコンプに費やそうとしている。それならもっと適当で簡単なゲームでよかった。戦闘ストーリーくそくらえ 待ってろよ私の復讐は始まったばかりだいいか